はい、こんにちは。自営業専門の税理士川南です。本日の動画は、ある人にはね、法人スタートでいいんじゃない、いやいや個人事業主でスタートがいいよ、いろんな意見があってね、一体どっちでスタートすればいいのか迷っている、そんなあなたにこの動画を見れば解決します。法人スタートなのか個人スタートなのか、しっかりチェックして自分で決めれるようにしましょう。私はオンラインサロンの運営と、その他 SNS は TikTok、Instagram、Twitter もやってますので、ぜひそちらの方もチェックしてみてください。また自営業向け、フリーランス向けに本も出版していますので、そちらの方ぜひチェックの方お願いします。それでは早速本日の内容に行ってみましょう。それでは本日の内容、どっちでスタート、個人事業がいいのか、一体法人がいいのか、どちらでスタートするべきなのか、皆さんしっかり動画でチェックしていきましょう。本日の内容です。個人と法人どっちスタートがいいのというのを自分で判断できるようになるために、個人事業主のいい点悪い点、要はメリットデメリットを紹介します。そしてもう一つ、法人のいい点と悪い点について紹介をします。そしてね、自分に合うのかどっちかっていうのを自分で判断できるようになるというのが今回の動画の目的になります。そして最後はまとめと次回予告をいきます。このような流れでね、いけますので、本日よろしくお願いします。本日の内容なんですけど、どっちでスタートするっていうのは、出版してる本の第1章の9、12、これ1章が今回でね、第1章の9、12で1章は全部解説を終わることになります。次から第2章の方に、ね、入っていきたいと思います。さあ、それでは皆さんがお悩みであろう、この個人と法人どっちでスタートするのが正解について動画で解説を順番にしていきましょう。そもそもどっちでスタートすればいいのかっていうのは、知らないから迷う、わからないから、知らないから判断ができないっていうのが皆さんのね、今いる立ち位置だと思います。これでね、独立をこれからしようという方が、法人個人どちらでスタートしようって迷うのはすごく理解できるんですけど、これを先生どっちにすればいいですかとか、誰かに相談してどっちにすればいいのかっていう風に誰かに決めてもらおうというのは甘いです。自分で決めれるのが独立の良さじゃないですか。そもそも法人でスタートしてもいいし、個人事業でスタートしてもいい、どちらでも自分で選べますよ。どっちでもすることができるんです。これって本来自由で楽しいことじゃないですか。なので、しっかりとどういう違いがあるのかさえきちんと情報を得れば判断ができるはずですので、本日の動画でしっかりと押さえて、自分はどっちでスタートするのが向いているのか自分で判断できるようにしましょう。はい、それではまずね、個人事業主のメリット、いい点からね、見ていきたいと思います。必ずこれ何がどう違うのか知ればね、ご自身で決めれることですので、ね、しっかりと押さえていきましょう。まず一つ目、スタートが簡単になります。個人事業主のスタートは設立費用もかかりません。無料でできます。そしてまた税務署へ書類を提出するだけ。これね、皆さんね、結構ねハードル高いなっていうふうにね、最初思うかもしれないんですけど、個人事業主をスタートするのは意外と思っているよりも簡単で、税務署へ開業届、まあ他にもね、青色申告とかね、他にもいろいろ出さないといけない書類はあるんですけど、言ってしまえば開業届 A4 の1枚を税務署に書類提出すれば、個人事業主としてスタートを切ることができます。という意味でスタートが簡単というふうに案内をしています。設立費用が法人のようにはかからないですし、税務署へ書類を提出するだけになります。そして次、経理が簡単です。まあね、実際はね大変なんですけども、経理の負担っていうのはやはり法人と比較すると少ないということになります。また確定申告も自分でやろうと思えばできますよね。自分でね、世の中個人事業の方だとご自分でやられてる方っていうのはすごく多いということは、自分でねやろうと思えばできるレベル範囲内になるかと思います。もちろんね、経理や確定申告初めての時ってものすごくハードル高くてね、大変だと思うと思うんですけど、法人と比較するとやはり自分でやろうと思えばできるので、そのあたりはやはり経理が簡単、まあ、法人と比べたらですけども、経理が簡単と言えるのではないでしょうか。そして自由度が高いってことですね。法人は税金関係の法律のルールが非常に細かく、ルールが多いです。詳しくね、ここでね解説してしまうとね、こういうのがありますよって言ってるとまたね長くなってしまうので割愛しますけど、ルールが多いので、やはり素人一人で全てのことを知って勉強してやっていこうと思うと、なかなか難しいんじゃないかなと思います。その分事業の方は法人に比べると法律のルールというのはそこまで多くないので、自由度も高いですし、やはり比較的スタートしやすい、これが個人事業主のメリットじゃないでしょうか。
はい、そして今度は個人事業主のデメリットの方ですね。これはやはりこれが一番じゃないかなと思います。社会的信用が低いということですね。比較するとっていう話で、社会的信用がないよっていうふうに言ってるわけではないので、ここはね、ご注意ください。まあ、誤解のないようにお願いします。法人と比較するとやはりやや信用度は低いと思ってください。また、取引先によっては法人としか取引しないよっていう会社さんもありますので、そういう場合はね、やはりね、社会的信用度が低いから取引をしてくれないっていうわけですので、これがね、個人事業主のデメリットではないかなと思います。もちろんね、必ずね、全部が全部、会社さんが全員が全員そういうわけではありませんので、個人事業主だから取引してくれないっていう会社さんばかりではないんですけど、やはりね、現実問題としては取引してくれないというケースもあるようです。そして次ですね、借り入れが通過しにくい場合があるということですね。やはり借り入れもですね、法人の方がどうしても通過しやすい、かとは借りれる金額が大きくなる傾向があります。これもね、100% 絶対ではありませんので、借り入れね、できないというわけでもありませんので、誤解のないようにお願いします。法人と比較すると、融資が通過しにくいという時がありますよということです。そしてですね、社会保険に加入ができないということですね。要は会社員のような手厚い厚生年金をかけれないので、自分で加入する国民年金と、要はね、年金の2階建て、3階建てというものはかけることができません。これがね、デメリットになるんじゃないでしょうか。そのため、国民健康保険の負担額が大きくなってきます。そこまでね、所得がないうちはいいんですけど、所得が上がれば上がるほど国民年金保険というのは金額が上がってきますので、会社員の時って半分会社が負担してくれてたりね、している方も多いと思うんですけど、それもないので国民健康保険の負担額というのはとてもすごく大きくなります。では次にね、法人について見ていきましょう。法人のメリットです。節税できる場合があるということですね。これはね、100% 絶対ではないんですけども、所得税と比べると法人税の方が安くなるタイミングっていうのがあるんですね。所得税というのは税率が 5%、10%、15% というふうにどんどん上がっていくんですけども、法人税というのは一律になりますので、要はね、所得税の税率よりも法人税の税率の方がこう逆転するときっていうのがあるんですね。後でも紹介するんですけど、過去の動画で解説してますので、ぜひそちらの方で、ね、ここの場所が知りたいよ、気になるよっていう方はぜひそちらも合わせて動画の方を見てみてください。そしてこれもね、大きなメリットだと思います。やはり信用力が増すということだと思います。取引先が増えたり、法人としか取引しないよっていうような会社さんとの取引ができるようになったり、またね、金融機関から見るとやはり資金調達がしやすいというふうになります。これはね、個人と比べてっていうことですので、必ずしもね、信用力が増した法人さえ立ち上げればいくらでもお金が借りれるという話ではないので、そこだけはご注意ください。はい、そして自分の給与を役員報酬として出すことで経費に計上することができます。これ自営業の場合っていうのはオーナーの給与っていうのは経費に計上できないんですけども、法人を立ち上げると自分に対して会社から給与を出すって形になりますので、役員報酬というのは経費にすることができるということで、この面でも法人のメリットがあるのではないでしょうか。そして次、決算月を選べるということですね。個人事業の場合って12月31日、まあ要は1月1日からスタートして12月31日で締めるっていうものなんですけど、要は締める月っていうのを自分で設定ができます。この月は忙しいからやめておこうとかね、繁忙期だから決算する時間なかなかなさそうだなっていうことで外したりとか、まああとはね、自分の好きな月に選べますので、ご自分で決めることができるっていうのもメリットの一つかなと思います。一般的にやはり会社の決算って言いますと、3月31日、末締め、が一般的には多い。必ずしも3月31日にしなければいけないってわけではありませんので、好きな決算月を選んでいただいていいと思います。はい、それでは逆にね、法人のデメリットについて見ていきたいと思います。法人のデメリットについてです。手続きに費用と手間がかかることですね。法人は個人事業のように無料でね、開業できるというわけではありません。法人の設立に約25万円程度かかるというふうに思ってください。また登記費用をね、例えば司法書士、自分で登記すればかからない、ここはかからないんですけど、司法書士にね、依頼した場合は登記費用がかかりますし、また法人の決算というのはちょっとご自分一人でやられるっていうのはかなり厳しいので、やはり法人の場合は税理士を入れるという前提になるかと思います。ですので税理士費用が発生するというふうになることが多いかと思います。また法人は経理事務の負担も大きくなりますので、そのあたりもデメリットとして捉えられるではないで
しょうか。そして社会保険に加入義務があります。雇用1人でも加入することになります。自営業の場合だと5人未満なら加入義務がないということでセーフになるんですけども、社長1人でも加入しなければいけないということですね。もちろんスタッフを雇う場合はスタッフの社会保険の負担もしなければいけないということになります。先ほど個人事業の方のデメリットでも言ったかもしれないんですけど、社会保険に逆に入れないということがねデメリットになる時もありますし、社会保険に加入できるということでね国民健康保険のね負担が増っていうふうなことはなくなるので、そういう意味ではこれはデメリットと一応挙げてますけどメリットとも言えるかもしれません。その代わり、まあ、スタッフのね社会保険料も負担していかなければいけないということになります。次です。赤字でも税金がかかるという点ですね。法人の場合はもし赤字でも均等割として約7万円ほど税金が毎年発生してきてしまいます。個人事業の場合は所得がゼロだと、または赤字だと税金っていうのはゼロ円になって払わなくてもいいんですけど、法人の場合は均等割としてもし赤字の場合でも約7万円ほどはずっと毎年払わなければいけないという負担があります。ここで意外と知らないでね、赤字だからねゼロ円でいいんじゃないかと思って7万円も払うんですかっていう方いるので、こういうところねしっかりチェック押さえておいてから法人の方を決めた方がいいかなというふうに思います。そしてやはりこちらですね、やはり個人と比べると税務調査のリスクは上がるというふうに考えてください。個人事業だから税務調査に来ないというわけではないんですけども、やはり個人よりも法人の方が税務調査のね入る確率というのは上がりますので、リスクは上がるというふうに考えておいた方がいいんじゃないかなというふうに思います。はい、こちらね本に挿入してある表なんですけど、こちらにねまとまってます。法人と個人事業主のメリットデメリットと表になってますので、こちらの、ね、表でねもう一回確認をしていただいて、どういう違いがあるのか、自分にとってメリットデメリットどっちを取るのかです。これはこの今まで挙げた個人と法人のメリットデメリットってどっちが絶対にいいですよというふうに言えないので、その方によってねまたねあと価値観によってもメリットデメリットって人によって違うと思うんですよ。そのあたりをよく考えて自分で違いをしっかりと確認してどっちが向いてるのかな、どっちスタートでいこうかなというふうに決めていただけるといいんじゃないかなと思います。今回はねスタートどっちでいこうっていうのでね紹介したんですけど、過去には個人から法人化するメリットデメリットっていう動画もありますし、またね個人事業主法人化のタイミングという2つの動画ありますので、ぜひ合わせてそちらの方もねチェックしていただけると、先ほど言った税金の面、要は法人税と所得税の税金が、ね、安くなるタイミングなど、その辺のあたりの話もこちらの動画ではしてますので、ぜひね見ていただけるといいんじゃないかなというふうに思います。まあ、より理解が深まるという感じですね。今回はねそこまでちょっとねしていると長くなりますので、スタートするのにねしっかりメリットデメリットを抑えて自分で決めましょうねという話で終わりたいと思います。はい、まとめです。まあ、基本的にどっちスタートかっていうのをこの知っていればそこまで迷うことないと思うんですよ。皆さん知らないから、あの人がね法人で行った方がいいよって言ってたからそうした方がやっぱり良かったのかなとか、いやいや個人事業主でなんか間違いなかったよっていう風にね話を聞いてね惑わされると思うんですけど、基本的に個人的な意見を言うと、個人事業主としてスタートして小さくね始めてどんどん大きくなって、これはちょっとビジネスがね軌道に乗ってきて大きくなりそうだよっていうタイミングで法人化すればいいんじゃないかなっていう風なあります。でももちろんねスタートから法人で行った方がいいパターンっていうのももちろんありますので、 100% ねこっちの方あの個人事業スタートがいいですよっていう風にはおすすめすることはないんですけども、個人的な意見としては法人化でスタートしないといけない理由がねない場合には個人事業主でスタートして少しずつ大きくしていけばいいんではないかなというふうに思います。そしてね今動画で解説したように、法人と個人事業主のメリットとデメリット、まあ、違いをよく把握するということが大事かと思います。そして結局ビジネスというのは人それぞれ方法も内容もやり方規模感も全く違いますよね。スタッフ雇うか雇わないかとか、店舗を自分の持ってるのかいや借りるのか、全く持ってそのビジネスのやり方っていうのは人それぞれ違うので、中身見ればねそれはねあのこっちの方がいいんじゃないですかとかいうことは言えるんですけど、まあねこの辺あたりはね自分でね判断して情報を知ってこういう違いがあるのかっていう判断基準に使っていただければと思います。やはりビジネスっていうのはね自分でね判断していくものだと思いますので、自分でどっちで行くのか判断できるように情報を得る、知識を得る、まあ、税金やお金の勉強をしていくっていうのが大事なことかなというふうに思います。はい、次回の予告です。次はいよいよね第2章に入ります。日々の経理はね節税の基本ということで、2章はかなり日々の経理を細かくどういうふうにねやっていけばいいのかっていう日々の流れを2章で解説をしていきます。次は13ですね、913ですね。面倒すぎる、どうして帳簿つける必要があるの、まあ、本業でね忙しいのにどうしてやらないといけないの、確定申告のね直前にまとめてやればいいんじゃないのみたいなねことこの本にもねクエスチョンでね提案してますけど、どうしてね帳簿をそもそもねつけない
ないといけないのかというのを93で解説していきたいと思いますので、またお楽しみにお待ちください。はい、私は税理士川南のオンラインサロンということで、オンラインサロンを運営しています。メリットが3つあります。1つ目がオンライン上で質問や相談をいつでもすることができることですね。オンライン上に税理士を味方につけるという感覚です。こちら Facebook の非公開グループで運営をしています。そして2つ目なんですけど、定期的にサロンズームを開催しています。このサロンズームというのはメンバーしかね参加する権利がないズームになります。こちらで皆さんね集まってズームで直接その場で私に相談や質問をすることができたり、またメンバー皆さん起業している方ばっかりなので、メンバー同士の情報交換の会としてとても好評です。そして3つ目、税理士の裏側を公開ということで、SNS の、ね、集客どうやってるのとか、 TikTok や YouTube の裏側などなど、新しいね経理や税金情報などオンラインサロンのみだけに投げてますので、ぜひねオンラインサロンの方をご検討ください。詳しくは概要欄の URL から飛べるようになってますので、チェックの方してみてください。はい、チャンネル登録の方よろしくお願いします。こちらね出版している本はね Amazon で販売中ですし、 Kindle 版もあります。またね大きい書店だと置いてあると思います。また楽天ブックスでも売ってますので、ぜひお願いします。もし買った方でいましたら Amazon レビューしていただけるととても嬉しいです。また YouTube チャンネルの方は9万人を突破しました。コメント感想いいねボタンしてもらえると励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。他の SNS はインスタ、ツイッター、TikTok もやってますので、合わせてチェックの方よろしくお願いします。こちらもね概要欄から飛べるようになってますので、チェックの方お願いします。はい、本日の動画は以上になります。すいません、ちょっとね喉の調子が悪くてですね、聞き取りにくい部分あったかと思いますけど、ちょっと今回はこのような感じですいませんが、これで精一杯でございました。これから夏本番ということでね、かなりね暑い日が続いていますけど、梅雨明けもね今年は早かったですし、皆さん体調の方はねお気をつけてお過ごしください。夏バテとかねならないよう、お互い元気よくいきましょう。はい、それでは本日の動画も以上になります。最後までいつも見てくださっている方ありがとうございます。自営業専門税理士川南でした。またの動画でお会いしましょう。それではまた。